はい、どうもこんばんは。大キャノンです。ですね、今日も鬼滅の刃キャンペーン商品食べていきたいと思います。はい、今日も買ってまいりました。なんと山かけうどん2杯目ということで2杯目に突入します。これ理由があってですね、僕は全部一種類一個ずつのつもりだったんですけど、今日はちょっと山かけうどんあったんですけど、なんとですね、はい、これがついてました。山かけうどんにしかこれついてなかったんですよ。はい。で、なんでこれに惹かれたかというとですね、なんとじゃーん、はい、これで多分全種類ですかね、揃いました。伊之助、炭治郎、禰豆子、善逸、煉獄さんというこの5人のカード全部揃いましたんで、ちょっとね、さすがにやっぱこういうコンプリートはね狙っとかなきゃいけないと思ったんで、ちょっと買っちゃいました、2杯目。そして山かけうどんがなぜ鬼滅の刃山かけうどんなのかっていうのも実はこの前の食べた後に分かったんで、そんなところでね、ちょっと炭治郎が食べてた、確かにこれその食べる直前のシーンとかですね、きっとね。はい、それを感じながら食べたいと思います。というわけで、2杯目、山かけうどんは2杯目、そして今日の新しいやつはこれですね、はい、煉獄杏寿郎の焼き杏寿郎の焼きカレーパンね。はい、煉獄さん商品やっぱ多いね。無限列車編はね、煉獄さん大活躍ですから、結末は言いませんので、ね、ネタバレになっちゃう。山かけうどんください。もう温めてる、もう温めてるんですけど、今コンビニで温めました。わわわわわ。じゃあまずはね、味がよく分かっていいですね、山かけうどんを。今ちょっと最初はあんま混ぜなかったんだな。炭治郎が2杯食べますって言ってね、ちょうどね、昨日と一昨日のね、再放送してたんですけど、そこで食べてました。いただきます。もう一回、でも普通に美味しかったんで、ね、うまっ。そうね、給食ワンタン麺だったんですけど、もう私麺食べてないんで、カレーパンの方もいただきたいと思います。おお、見てください、ちょうど煉獄さんを髪を切らずにいけましたギリギリ。じゃあいきますね。熱い、ちょっとこのまま温めたんですけど、熱い熱い。おお、これです。これは何ですか、この炎じゃないですか、炎っぽい形をしてませんか。はい、煉獄杏寿郎の杏寿郎のカレーパン、焼きカレーパン食べたいと思います。ちょっとね、これお約束ですよね、パンのちぎった感じを見せていただきます。うん、しっかりカレーが入っていて、はい、美味しいですよ。いただきます。
美味しい。コナリ社長の動画で言ってたコンビニで買っちゃいけない商品めっちゃ買ってますけど、まあでもちょっとこの今週は仕方ないですね。またカレーパンいただきます、ね、インサートを取ってください、ね、そういえばね、あの漫画で炭治郎も2杯食べたんで、まあ2杯食べてもいいでしょう。いや、ほんとうまい。この出汁がほんとうまい。好きなはずで、とろろってね、美味しいんですよ。山かけってね、いろんなことで山かけ結構好きなんで、もうすぐなくなっちゃうのが悲しいぐらいです。昆布だしかな、なんかこんな感じがします。うまっ。いやー、炭治郎が2杯食べるのもわかるわ。美味しいですよ。では、カレーパン最後の一口、ね、炎の呼吸1の方、予告ではあれに決まっていますが、明日、ね、見たいと思います。炎の呼吸をアニメで、はい、じゃあ今日もね、完食しました。ごちそうさまでした。鬼滅の刃キャンペーン商品、これでですね、とりあえずこういう、なんていうんですか、あ、まだちょっと明日の朝にもう一個残してあるんですけど、とりあえず鬼滅の刃キャンペーン商品の食べ物系は、まあ、食べましたね。明日ちょっと朝またサンドイッチがあるんですけど、それを食べれば、食べ物系は終了ということで、まあ、お菓子がちょっとまだ残ってるんですけど、お菓子はまたね、お用意ということで、とりあえずキャンペーン商品の、こういうなんかオリジナルのパンとかおにぎりとかうどんとかね、もうそういうのは全部食べました。もう明日の公開が非常に待ち遠しいです。明日ね、ちょっと全国の小中学校の皆さん、小中学生の皆さん、決して学校は休まないようにしてください。はい、学校が終わってから鬼滅の刃無限列車編見に行きましょう。私も明日仕事終わってから、見に行きたいと思います。ではまたこの後、初動アウトカウントダウン書きますんで、ちょっといつもずっとなんかだんだん再生数少なくなってるんで、ぜひ見ていただければ嬉しいです。はい、ではまた初動アートカウントダウン見てください。バイバーイ。